タジク自治ソビエト社会主義共和国、またはタジクアスラは、ウズベクソビエト社会主義共和国内の自治共和国として、かつて存在した国である。首都はドゥシャンベ。タジクアスラ成立以前の中央アジア1924年10月14日、中央アジアの3つの国を分割し、5つの民族により区分けされた地域、カラキルギス自治州、カラカルパク自治州を設置した。 このうちタジク・アスラは、ブハラ東部とトルキスタン南部を領域として成立した。1929年10月、タジク・アスラは、北部タジキスタンのホジェンド地方をウズベク・ SSR より吸収し、タジク・ソビエト社会主義共和国へと昇格した。1991年9月、タジク SS ・ SSR はタジキスタンとして独立した。 1926年の国勢調査によると人口は82万7100人で、あり民族構成は以下のようであった。その他、ありがとうございます。